Hokusetsu was established in 1872. The sake brewery not only embraces history and tradition, but also strives constantly to take on new challenges in pursuit of innovation in brewing sake.僕は今5代目なんですけど、まあそれぞれ代々のその当主の考え方があって、まあ、酒造りをしてきたと思うんですけど、まあ、僕は全くその前の4人の発想とはちょっと違ったっていうのは、海外で売ろうということを考えたら多分僕が初めてだと思うんです。昔からのお酒も大事にしているし、まあ、海外に向けてその外国の方にも好んでいただけるようなお酒を作ったりもしているし、日本の昔からのものですから、昔から日本にあったものを世界の方に知っていただくっていう面ではすごく日本酒っていうのはいいものだと思うので、ぜひ外国の方にも良さを分かってもらいたいなと思いますね。お酒を通してその日本の文化を知っていただけたらなと思います。 Sado Island, where Hokusetsu is located, is a remote, solitary island. まあやっぱり自然が多くて、まあ、水もやっぱり酒造りにはかなり重要ですので、水もかなり綺麗な水が出てて、まあ、酒造りにはやっぱり向いてるんじゃないかなとは思います。すごくいいと思います。やっぱりまず空気がきれいで、水がきれいでないとお酒できないので、温度が下がらないとやっぱりお酒作りの状況としても向いてないですし、その状況っていうのはやっぱりお米を作るのにもすごくいい条件であって、お米もすごくいいお米ができますし、すごく向いてると思います。Pure, clear water and the right environment and conditions for cultivating good sake rice are indispensable for brewing delicious sake. This island is brimming with a wealth of nature necessary for making high quality sake.日変化が非常にあるってことじゃないでしょうかね。昼間蓄えたでんぷんは夜暑すぎると生きるために稲がその消化してしまうんですね、そこで。ですけども、まあ、人間も同じように夜涼しいとよく眠れるのと同じに休むことができるわけですよね。稲自体もその昼間のエネルギーを使わなくてよいということじゃないでしょうか。そうすると良いお米が取れると。佐渡の米は一番いいですね。水と気候風土がいいもんですから、いい米はこの辺はできるんです。やっぱりまず米がいいのと水がいいのと人がいいんだと思います。気持ちが入ってるというか、一生懸命だと思います。 Above all, the island is characterized by the people who love brewing sake.一言で言うと、いい酒のできる酒蔵だと思います。より良いものを作る気持ちが全員にあるということです。やっぱり常にこう気持ちを高く持つということがすごく力を入れていて、まあ、すごく簡単なことなんですけども、気持ちを高く持つことで小さなその例えば周りをきれいにしなきゃって思ったりとか、もろみなんかももっと丁寧にこう改良して小さな変化にも気づこうっていうことにつながるので、常に気持ちは高く持とうっていうふうに意識してます。誰が飲んでも美味しいっ
って言ってもらえるお酒が作れれば一番ありがたいというか いと思いますし、やっぱり自分が飲んで美味しいって思えるものが一番、大事かなっていう気はします。のでそういったものを大事にやりたいなと。日本の場合は嬉しいにつけ悲しいにつけ、またおみきといって、まあ、神聖なものみたいな格好で神様にも捧げるものですから、ホッとするような酒を作りたいなと思っております。まあ嬉しい時にはどういう酒飲んでも美味しいでしょうけども、切ない時に口にした時にホッとするというか、そういう酒を作りたいなと。嫌味のない酒です。そういう酒を作りたい。要はものづくりは人間なんですよ、ハートなんですよね。だから同じ条件で作ってもそういう心のある人間の作ったものはいいものができるでしょうし、これは米だけに限らずお酒もそういう結果がついてくると思いますね。 It's what led the famous Robert De Niro to name Sado Sake Island。Hokusetsu sake is known overseas as Nobu. Fame of its deliciousness spread throughout the world, thanks to Nobu Matsuhisa, owner chef of the popular restaurant Nobu. 一番最初に僕ホクセツ出会ったのは、それこそ30年ぐらい前なんですけども、いや、この酒もう自分のものだ、自分のものにしたいなっていうふうに思ったんですね。で、それぐらいにやはりこう一番最初の大吟醸を飲んだ時に僕に驚きがあったんですよ。そうですね、もう二十数年になりますけども、まあ、まずそのノブという松久という店のイメージがまず先行するわけですよね。でこのお酒を一生懸命作ってノブのイメージを崩しちゃいけないっていうのはまず一番最初に考えたことですよね。その北節が大吟醸というものをその作り始めた時にもう本当ある意味ショックだったんですね。でそれからこうだん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 その進化をしていって、今はその YK35 とか、それとかその遠心分離機でその作ったお酒とか、もう非常にこうお酒全体が、まあその日本酒全体のクオリティ上がってはいるんですけども、北節自体のクオリティがもう年々ずっと上がっていってるんですね。まあ当然うちもそれに負けないような、もう一緒にこう伸びてきてるっていう、こうなんか同じ仲間意識があるので、まあ、そういう意味ではこうお互いにこう僕も料理をしてて、要するにこうしたらもっと良くなる、こうしたらもっともっと良くなる、その同じ気持ちをその彼は酒造りに気持ちを入れているので、きっとお互いがこうなんか意気投合して、僕は料理を作り彼は酒を作ってる。最初は竹のとっくりに冷たいお酒を入れてサーブする、そして竹のおちょこで飲んでいただくという。でたまたまギリシャで、プレスランチをやるときにノブさんの方からグラス、ワイングラスでやってみようかっていうご提案をいただいて、でこれが結構外国のそのプレスの方たちに思った以上に受けまして、やっぱりこのスタイルだねということで、以後ずっとそういうふうにしてますね。常に何ていうか、こうビジネスを超えてお互いがいいものを作り出るっていう、僕はある意味その同胞的な感じをするんですね。だから酒があるから料理がある、料理があるから酒がある。僕はその熱く料理を作って熱く料理を語っていれば、今度発散をそれに対して答えてくれるわけですね。だからそういう関係がここ20、30年近くでもって出来上がってる。だから、まあ、そういう意味では非常にいい関係にあるのかなと思います。もっと海外に発信したいという気持ちで酒造りを一生懸命やって、それを結果を持って僕が海外に行って小野さんと一緒に広めていくことができる時
というのは非常に嬉しいことですよね。どのまあ料理に合わせても布施さんのお酒は邪魔しないと、でお酒の主張もちゃんとある、あと料理の上手に相乗効果で美味しくさせるっていう効果がものすごいあると思って、この料理にはこういう感じのお酒、この料理にはこういうお酒っていう、何ですかね、合わせやすい、はい。まあ社訓にもありますけども、お酒というのは、まあ、日本の文化の一つなんだと思うんですよね。食は世界の共通語、良酒というのは良い酒ですね、良酒を通して、まあ、文化の架け橋になろうという、そういうのを毎朝言ってるんですが、私もその通りだと思うんですの。あの目の色の違う、言葉の違う、肌の色の違う、文化の違う方々に、まあ、最初の頃は非常に戸惑いありましたけども、こうして20年近く打っていただいて、信さんと付き合わせていただいて、まあ、どうにか受け入れてもらえたもんですから、まあ、今の形を崩さないような格好で少しでも良いものと目指しております。The best sake to complement the best cooking. That's the allure of Hokusetsu sake that attracts so many fans. Hokusetsu さんのお酒は香りの高いお酒ですね。まあ、新潟って基本的にいいお酒がたくさんあるって言われてる中でも、すごくこう香りを重視してる。まあ、旨味は当然なんですけど、香りも立っているっていうお酒だと思います。やっぱりなんかこう皆さん飲まれた時にわあすごいっておっしゃるんですよね。こう客観的に見てやっぱり香りがすごくいいのかなって。旨味成分がものすごくはっきりしてて、あとそこにものすごい特徴ってなんだってなったら吟醸香っていう香りですよね。芳醇な香りが広がる。絶えず刺激を与えててほしいです。ああこんなこともできるんだと思うと自分も頑張らなきゃなとか、ああそういうのに合うなんかあったらいいなとか作ってみたいなとか、そういうふうに思いたいので、逆に勉強させていただいてるという意味では絶えず刺激を与え続けてほしい。こうものづくりって例えばこれがあるからこれができるっていうものではないと思うんですね。その料理に例えて言うと、やっぱり新鮮な食材があり、その包丁が使えて料理ができるんであれば、そこには料理というものは出来上がりますよね。だからその中にどれだけ自分の気持ちを込めるかがその料理に対する評価だと思うんですよ。お酒作りでも料理でもやっぱりみんなプロセスがありますから、それを一つ一つ大事にしながら心を込めて一つのものを完成、作品を作っていく。北斗には僕はそういうものをいつも感じています。これはこれ、ここが大事なんだということです。まあ一つ一つの作業の中でみんな意味があるんです。この仕事はこういう意味、目的みたいなもの、それを理解しながらまあ動いてもらうということだと思うんですよね。そうすれば良いものができてくると思います。やっぱりね、同じことやってても面白くないんですよ。常に変化をしていかないと、ただ同じことを過去のまま伝統と称して同じ繰り返しをしているのでは進化がない。だって俺たち変わってるわけだし、世の中も変わってるわけだし、その変化に対応していくものづくりをしていかないと取り残されるんじゃないかなという危機感をいつも持ってます。ですから世の中のその思考が変われば、その思考に合ったものづくりをしなきゃいけないと思ってるし、そういう中で突き詰めていけば本物のいいものができるんじゃないかなと、常に進化変化をしていかないといけないと思ってます。There is no end to Hokusetsu's challenges in sake brewing. Because what is best today will be overtaken tomorrow.
There are still sakes waiting to be discovered that will make the world sigh in appreciation. 挑戦をした結果失敗した。それはいい失敗ですよ。挑戦をしないで失敗した。これはもう最悪の失敗です。だからとにかく挑戦をしろ。前を向きなさい。後ろ振り向いても何も残らない。過去は変えられない。1秒前には戻れない。だったら前を見て進みましょうよと。そういう気持ちをその作り手に持ってもらいたいなと、まあ、僕自身もそう思ってるし、そう思いながら一生懸命やってるところですけどね。そうですね、やっぱり挑戦する気持ち、純粋に挑戦していく仲間が多いということだと思います。 Poku Sensu's Challenge will continue into the future。 後ろを振り向かない、前を見てやりましょうということですね。今ちょっと作戦を練ってるところですけどね。Poku Sensu will overtake Poku Sensu。